を紹介してまいりますので、どうぞ皆さん精一杯の拍手、声援を送っていただければと思います。いよいよ2日間にわたります第75回千葉県陸上競技選手権大会最終レースを迎えることになりました。それでは出場チームを内側から順に紹介してまいります。どうぞ佐藤さん盛り上がっていただければと思います。出場チーム第1レーンは東海大五陵高校、磯部君、飯島君、大原君、晴海君。第2レーン東海大浦安高校、西本君、翔太君、中田君、柏木君。第3レーンに敬愛学園頑張った松下君、土井君、前田君、天田君。そして第4レーンはアクセル TC、 勝田君、小川君、愛山君、板田君、メンバー豪華。第5レーンにはルドルフ、第1走者から山木君、中川君、片山君、前山君。またまた山木君の快走が見られますか。高校生。そして第6レーンは八千代、川崎君、大山君、小木君、安田君。さあこちらもどんなレースをいたしますか。第7レーンは西武大千葉、大森君、塚田君、金子君、平光君。そして一番外側は市立船橋、福田君、山下君、鈴木君、平井君、連動を少し入れ替えてまいりました。さあどんなレース、どんなタイムが出ますか。最後の最後に素晴らしいレースを期待いたします。男子 1600m リレーの決勝レースです。オンヤマさあ、板花君が46秒台ベスト記録を
の距離いけるか。前山君はベスト記録47秒台の記録が確か記録の中にありますが、さあ社会人チームがどうきな本気モードでございます。さあいかがでしょう。まさかまさかまさかのまさかのこと前山君と決めた。さあ前田の真骨頂、さあどうだどうだどうだ。3分11秒、3分12秒、3分13秒ぐらい、すごい記録だ。そして野球を打ち上げた東海大学の選手たちは手を挙げる中田、そして東海大学高校、いや久々にすごいレースでした。皆さんどうぞ大きな拍手をどうぞ。これ大体記録はどうなんですか。12秒台ですか。まあコンディションが良ければ12秒台の可能性もあったかもしれない。いやルドルフの山木駆君の快走がこれが優勝の決め手だったような、久々にですね社会人チームがこの上位ワンツーというのは久々に見ました。優勝はルドルフ前山君、ちょっと放送で見たかもしれませんね、後ろをちらちらと気にするほど。でも板原君の久しぶりの快走を見ました。おそらく45秒、6秒ぐらいではいってるんじゃないでしょうか。1着ルドルフ、あそこはちょっと手元には入ってきませんですが、どうでありましょう。3分13秒台で、ね、いや好タイムが出ておりました。でやっぱり決勝はねやってみないと分かんないですね。予選のタイムだけでは。1着ルドルフ、山木君、中川君、片山君、前山君のオーダー。なんとなく速報のやつは電気抜いちゃいました。なんか、ね、抜いちゃってるような感じではないんでしょうか。じゃあちょっと手元に入ってるやつでいっちゃいますと、3分13秒48のタイムとなっております。まあ、今まだ入浴中でありますので、まあ、出ました3分13秒48、これが優勝タイム、ルドルフのタイムであります。関東選手権に行かれましてもぜひ優勝を目指して頑張っていただきたいと思います。好タイムであります。正面スタンド前をご注目ください。男子 5000m 競走の表彰です。男子 5000m 競走第3位、高橋浩二君、ホキホールディンググループ、記録15分26秒30。第2位、岩間聡君、千葉立教、記録15分22秒52。そして優勝は鳴毛柊君、千葉教育クラブ、記録15分17秒76。おめでとうございます。以上で男子 5000m 競走の表彰を終わります。